ウランパルスの地。狙ってるんだ。すごいね。やけに焦ってるな。獲物を逃したら後がないって感じだ。そっか、ハンターだからわかるんだ。話を聞いてみるか。話してみようか。何が起きてるか聞いてみようよ。サンス、急ごう。チョコボの足に引き離されないうちにな。よそ者が道に迷ったか。地図をやるから。狩りならよそでやんなよ。うまくいってないらしいな。獲物が減ったか。あの嵐が起きてからだ。それまでは嵐を調べに行った仲間も帰ってこないんだ。嵐の原因が知りたいってのか。仲間が調べに行ってるが、たとえ分かってもハンター以外には惜しい。ノエルもハンターだよ。一応ハンターの端くれだ。ほう。狩りに自信があるなら腕試し。最近ちょっかいを出してくる魔物どもがいてな。頼んだぞ。やつら何を企んでるか。いたずら好きの魔物を狩れと。この近くを探せばいいんだね。
ったんだ。いたずら野郎を片付け。まずは礼を。もう一つ頼まれてる。なんかウールが足りなくて困ってるらしい。なんだよ。魔物を退治してくれたってね。実は兄さんたちを見込んで平原にいる羊の毛を集めて。お言葉に甘えることにするよ。平原に普通よりでっかい羊がいる。ようか。こいつは俺だよ。平原を自由に駆け回る。あんたたち嵐はすどうする。もっといい手が近くに天気いやいや助かったよ。あんたら本物のハンターだな。天気と魔物まず天候制御装置の使い方だね。レバーを操作して風向きを変えて天気を変えられるんだ。レバーの倒し方の組み合わせで天候が変わっていくよ。組み合わせは4つ。起こせる天気も4種類だ。大平原の天気は出てくる魔物に影響する。例えば雨なら水辺に住む魔物が元気になったり、普段は姿を見せない強敵が現れたりって具合さ。天気を操れば大平原の魔物も操れるってわけだね。使い方は以上。また知りたくなったらいつでも聞いてよ。はい、クボ。パリの腕は旅の途中に鍛えたのか。
成功。頼んだ。よくやった。
うっと。おい、嵐の原因が分かったぞ。平原にプリンばかり狙う魔物がいるんだ。いっぺんに何十匹も大口開けて丸飲みだとよ。その時突風が起きるって話だ。何十匹も飲み込むなんて。ノエル、これってもしかして。ここでもプリンか。サンレスの巨大プリンと無関係とは思えないな。ここで魔物に飲まれたプリンが時を超えてサンレスに行ったとか。可能性は高いな。調べてみる価値ありかな。見ろ、時空の穴に飲み込まれてる。行き先はサンレスの巨大プリンのところだとしたら、あいつを倒せばプリンの成長は止まる。嵐を起こしてるのはマルドゥークって魔物だ。あいつを倒せば嵐は収まるかもしれん。ごちそうはお預けだ。パラドックスの原因はこれ？うん、戻ろう。スノーが無茶しないうちに。心配してくれるんだ。早くスノーのところに帰りたいだろ。頑丈なのが一番の自慢の人だから。離れていても元気なことだけは信じられる。俺なら無理だな。大切な人と離れるなんて考えられなかった。そばにいたっていついなくなるかわからない、そんな世界だったから。
える。いいんだ。運命は変えられるって信じてここにいるから。を起こしてたんだね。さっきの魔物はそれを飲んだまま動き回ってた。正解だから